皆さん、こんにちは。ミュージックセキュリティーズ株式会社の杉山と申します。弊社は2000年創業、2001年に設立をした会社です。もともとはミュージシャンが活動するための資金をファンから集める音楽ファンドから始まった会社です。今ではその仕組みを応用し、中小企業がリスクマネーを調達することができるインパクト投資のプラットフォーム、セキュリティを運営をしています。今回翼に提案しているアイディアというのは、ペルーの中小企業者のための新たなファンディングの仕組みを作るものになります。2014年に最初のファンドを組成をしまして、それがきっかけで2019年には子会社も設立をいたしまして、それ以降中小零細事業者のための新しい資金調達の仕組みを作る準備をしてまいりました。昨年2020年にブロックチェーンを使った音楽投資システムというのの特許を取得したんですが、今回提案しているアイディアでは、その音楽投資システムの部分を新たにペルーの中小事業者向けの仕組みに改変し、新たな資金調達のプラットフォームを作ることを目指しています。私たちが中南米カリブで実現したい社会的インパクトですが、これは一言で言うと、金融アクセスの拡大、中小事業者の皆様へ新たな資金調達の手段を提案するというところです。ペルーは金融機関による融資の金利が高く、一方で資本市場が十分に整備されておらず、零細中小企業の挑戦を支援するファイナンスの仕組みが十分に整備されているとは言えません。私たちがこのプラットフォームを作る際には、社会的課題の解決に取り組む事業者様を特に支援していきたいと思っておりますので、このプラットフォームを通じてインパクト投資が拡大をしていけば、様々な社会的な課題が解決されることにつながると考えております。